東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤浩一ですポリシックスふみです所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしております、はい、ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします えー、メッセージフォームに素敵なメッセージをいただきました<ー>紹介させてください、はいえー、シロさんありがとうございます百七十六回のアンスクウェア会聞きました UKP ラジオで知り曲がかっこいいなと思い UKFC で見に行きました<ー>ライブも音もかっこよくて一瞬で超ドハマりしてしまいましたあ,まあれから時々ライブにも行っています、うん、フレッシュなバンドはまだまだメディアへの露出も少ないのでメンバーの人柄が知れたり 本人の言葉と声で話を聞けたことがとても貴重でした特にバンド名の意味、曲についての話を聞けたのは嬉しかったですラジオで話してた曲、風の言葉、もっと好きになりましたうん、あれいい話でしたね、うん、はい。 話は少し変わりますが UKFC でアースクエアとポリシックス両方見たくて欲張りにもはしごをしようと思っていたのですが失敗さあきっとも楽しかったけどやっぱり UKFC は全部のアーティストが見れると嬉しいなと思いましたポリシックスは見れなかったのが残念だったのですがライブに行けばいいんだと思い、うん、先日の通信中との対話でリベンジしました いいことですね <laughs> でもリベンジしてくださったんですねはい、はい、リベンジしてました十一、ねはい、月十三日トイスの日をチケット取ったけど仕事で行けませんでした、はい、これもすみませんなんか、はいえー、クラブ Q でのライブとても楽しかったです、ねはい、通信中に大笑いし数年ぶりにポリシックスの名も音に触れられて嬉しかったです、うん、頭を振りながらベース引くふみさんもかっこよかったです、はい、ありがとうございます、はい、こんな楽しいライブに行けるきっかけができたのはサーキット形式のおかげですね、うん これからも UKP ラジオ楽しみにしてますというめちゃめちゃ嬉しいメッセージいただきました良かったですいや本当に良かったですねはいはい、シロさんありがとうございます、はいはい、僕らもね あのペチャクチャ喋ってる会がありました。本当にペちゃくちゃね一生懸命遠藤さんのボケを探すなんかね会がありました。本当シさんありがとうございます。本当本当皆さんのメッセージ。もちろん僕ももちろん僕も U K C も行ってますし。あとまあ通信とねポリティックスの時も行きました。はい。楽しかったです。ありがとうございます本当にねありがとうございます。さて今回は音楽の仕事の話。 えー、レーベルのね、デックレックレーベルのプロデューサー、あの、さまざま活動をする。根本とショボーレさんが来てくれました。はい、うん、根本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久しぶりですね。はい。<laughs> 久しぶりすぎる。根本とショボーレ、ね。はい。ね、<laughs> <laughs> この番組でね、よくね、前が出てくる人ランキングでも、えー、根本さん上位にいますけれども。はい えー、デックレックレーベルはですねまあ始まりの頃はですね UK プロジェクションの中にあったレーベルなんですね、うんうん、で,でそのデックレックレーベルができてその第一弾が発生たのはポリシックスなんだそうですねはいポリシックスを出したくて立ち上げたレーベルですね<ー>僕はそもそもは、はいそうだね僕とねえー、俺と根本あったのは あまりにも昔すぎて覚えてないんですけど、はじめっていうのは、まあ多分旧で下北のクラブ旧で僕がバイトしてたんで、多分そこでかなっていう。九十年とかですね。六年ぐらいから九十九年ぐらいまで。初期の頃だよね。ですね。長いと考えると。ふみちゃんとは？ふみとは、ふみがまだ十七歳ぐらいあった。 頃ににっっててるるんですけどそう私が前のバンドいいいたさ、ね、今歳ぐらいうえ21よね <laughs> はい、はいはい <laughs> はい、すいません。そうだから 多分えっとね新宿ジャムでやってたイベントの八万ナイトっていうイベントか DJ のイベントかねかもしくは Q でだったのが多分最初ほぼほぼまあ30年近くって感じだよねうんうんうん根本がまあまあ Q でバイトしたことはししも知ってるしあとそのあのなんだっけデキシードンズとかのさつながりそうですねあとまあデキシデキシーだったらあと 小賀だ KOGA ね、うん、小賀さんの近くにいたっていうかうん、うん、まあ。 ね、<laughs> あと夕ンレンズとかそういう,あそうだ、ね、まあガレージ系のバンドみたいな自分がそういうシーンにいたっていうのもあるしっていうことですね。あとシェルターの真裏にするのっっすもう今は取り壊されてないアパートなんですけどそうそうシェルターの <laughs> シェルターの学園口出たらもう根元の地位みたいな感じに、ね、<laughs> 測った1回 あの、うん、あ歩いて何歩でシェルターの入り口まで行けるかっていうのを玄関から測ったんですよ。じゃ三十歩でしたね。そうだね。そのたちのバンドが出ると楽屋になってましたね。そうだよね。まあそうなの。はい。<laughs> そうかシェルター見に行くと大体将来いるかなってみんな行くみたいな感じ <laughs> で取り交わされて全く跡形もないですけ、ね、どまあまあまあそうだね、まあ、あの当時でも結構古そうな建物だったもんねでも僕が昔やってたシロリアンテープシャフターホっていうバンドの PV にそ,のそこで撮ったんでそのアパートで映像,映像が残ってますから99年ぐらいの下北沢が少しだけ見れるって<ー> <laughs> なるほどね まあ、さっきも言ったように「はい、デックレック」は第一弾8弾、はい、ポリシックスね。ポリシックスとどこで知りたいやさっきさ根本があの、うん、ポリシックスの CD を出すためにデックレック作りましたって話があったけどポリシックスとはどこで知り合ったんだっけのこれが本当、うん、偶然としか言いようがない感じで、うん、すごいよく覚えてて、うんうん、多分97年 うん、8年78年だと思うんですけど多分お正月だったんですよ。うん、お正月の三が日明けたぐらいぐらいの日に友達が急でイベントをやるっていうんで、うんうん、行こうと思ってたらものすごい大雪だったんですよ。1>, 1月8日だね。1月8日。それでも足埋まりながら急に行ったっていう感じで。お客さんも多分 2三3 0人ぐらいしか多分その日来れなかくてそのイベントはニューウェーブ系のバンドを集めたみたいなイベントでシカゴベースとかあとスプージーズとかオートコンポとか後にちょっとしたシーンになるバンドの集まりみたいな感じでそれで遊びに行った時にポリシックス見て「いやこれはちょっとやばいぞ」と。 ディーボとか僕も好きだったんでニューウェイとかも好きでガレージ好きでみたいな感じのなんか好きなものが全部あるなと思ってでその後9でバイトしてたんでなんかイベントをやりたいなと思ってポリに出てもらう感じでっていうのがまだ一歩っていうか最初はレーベルとかまで考えてなかったですねなんかすごいバンドがいるんでなんかちょっと関わりたいなぐらいのイベントでやってみたいなとかそのくらいのノリで始まった感じですね。 ななるほど、うん、そっからまあ共通の知り合いもね多いからいろいろなんか遊んだり、うん、一緒にライブ見に行ったりとかまあ、まあ、文がね近所あったんだよね下北沢に住んでて文も下北沢に住んで私もポリも林と友達だったから見たのでさらにこう遊んだりする機会が増えたみたいなのあったよね。 ただの横のつながり友達のつながりぐらいのライブも行ったら打ち上げで会うとかライブハウスで会うみたいなそんな感じだったしねそこからですよねそれこそトータルしたら2三3 0人しかいないぐらいのしっとした集まりじゃなかったな。でそこにもあと新宿ジャムね昔の新宿ジャムの人だったりとか。 そうだね。なんかなんかあのジャムあれ東京ニューエイブオブニューウェーブってオモリバスってあれはじゃ佐川のティンスタージャムの佐川く新宿ジャムって感じしてある。あそうだねジャムティンスターレコー出したやつだね。でそのティンスターのそのオモリバスにポリチックス入っていたのでそのなんつうのレーベルやりたいなって思った後にポリチックス出すために って感じだったので、一応筋道的にそのティンスターレベルにポリシックス入ってたからコンに。そうだね。ちょポリシックス出したいんだけどいいって。だから一応筋を通さなきゃと思って聞いてあ全然いいっすよみたいな軽く流されたって感じですね。うん、軽のというところですね。なるほどね。その頃はもう遠藤さんその話には関わってるよね。もう。 出すにはかかってないどれデックレックの時のデッックレは完全に関かってますけどデックレックの前の東京ニューウェブニューウェブって思い出す時はまだ知らなかったとそっかそっかでなんか覚えてるのがそのポリを初めて見てすぐ多分次の月ぐらいにはイベントやったんですよ1か月後か2か月後ぐらいに2月にやってたとじゃあ2か月後にやってその日の「 たまたまそのリハにマスピー来たんですよ。なんか折り込みかなんか紙にチラシでましたマスピー。マスピー。それでなんかマスピーがポリのリハ風景を見てなんか一人騒いで帰っていったっていうのもあったり興奮して帰っていったのね。それでまた出会いが生またそ。それで確かマスピーが U.K. の人にポリシックスってバンドがいてみたことを。 言い始めたっていう記憶ですねそうだねうだから俺もそうそう俺はその時はやっぱマスピーマスピーがすっごい褒めてるから見に行った記憶があるわなんかテンション上がって帰ってったイメージマスピーのテンション上がってる絵が浮かびます <laughs> そうなのよ なるほどね、めちゃくちゃ早口で人の話聞いてくんな <laughs> <laughs> いテンション上がった時ねその時まだレーベルをやろうっていう発想は全くなくてもともとレーベルやりたいっていう気持ちもなかったんでああバンドやりながらイベントたまにやってってぐらいのノリだったんででまあとりあえずイベントやるじゃないですか、うん、そしたら当時9でバイトしてた中で。うんうん ユーケにちょっといた人がいてポットショットの良く君とかレーベルやってたじゃないですか t v フリークはい t v フリークって当時ユ権ケの社長だった潤さん藤井潤さんに良く君たちが「レーベルやらせてください」って言ったらやれたらしいよって聞いてうああそうなんだと思ってじゃあそういう感じで言えば何かやれるのかなっていう感じで言ってみればただの のドリがク係が有形 <laughs> の当の社長だった潤さんにちょっと会いたいんですけどって連絡してで行って「ポリシックス」ってバンドを出したいんで「レベリックやらせてくれませんか?」って言ったんですよ <laughs> はい、はい、それしたら「ええよ」って軽く <laughs> 言われてそれがそれが最初ですね本当に本当のほんの最初 <laughs> <ー>なるほどねえー、ええよは初めて聞きましたそんな感じだったんだ <laughs> <laughs> 多分そのテンションが面白かったんじゃないですかよくわかんないけどうん、うん、なんか変な若いやつが何かやりたいって言ってるぐらいのノリの <laughs> そういう感じで潤さん、うん、面白がってくれるというか、うんうん、そうだねあとやっぱりその、ま、当時の空気って空気としてアーチとまたは若いスタッフが自分でレーベルを持つみたいなねまあ まあ例えばワンダーリリーースねビナス・ペーターとか出てたレーベルとかもそうだし、はい、その勢いのあるやつそいつはミュージシャンでもいいし、うん、スタッフでもいいんだけどその人たちが自分のセンスでレーベルを持つみたいなことを推奨してた時代なんで、ねうん、なんか多分時代の空気ってのすごいあったと思うんですね、うん、90年代はそういう時代だったってなって、うん、まだ音楽が売れてた時代っていうかその CD とかが。うん 何やってもいいっていう空気 <laughs> があったですね。<laughs> <な>そうだねねなるほど、ね、えすごいちなみになんですけど<お> UKP との出会いの流れでいうと、うんはい、まさかねそのデックレック始めた頃はこんな話を聞くと思わなかったですけどおっ子さんがアレクサンドロスのファンだという話がーーうん、ね、まさかのここでもつながる実家別に仲悪いわけじゃないですけど、うん、もう8年ぐらいで帰ってなかったんですよ。<お>うん で去年ちょっとたまたま帰って、うん、そしたら個妹が甥っ子連れてきてで中学生中2になってて「でなんか最近ドラマをや始めた」とか言って、ね「例えばバンド好きなの?」って言ったら「k i n とか,とか「放課後いの好きなの?」ってったら「アレキサンドロス」とか「うん、あアレキサンドロスって UK にいたシャンピンってバンドじゃなかったっけ?」って思い出して。うん そんな栃木の方田舎の中学生に届いてるんだみたいないやいやいやな栃木の悪口言う栃木の人だって聞いてるかもしれないいやでも自分もほらそうだったからそのはいはいだからそんくらいに届くバンドなんだなってその時思ったんですねそうなんですよはいあでもさ妹の子供なんだのうそうそうそう え、なんでいや、根本昔から知ってるからさ、うん、根本に妹がいることか分かるけど<あー> <laughs> 妹、その妹が子供いるんだっていういや、いやいやいや妹も音楽好きで、なんかはい、はい、あのオリジナルラブとか好きみたいで、うん、今でもライブ見に東京来たり行ってるよっ言ってました、ね、<ー>なんかそっか なんかショボーレのそういう感じっていうのが遠藤さんの中ではあまり見えないから、うん、<笑><笑>まあまあまあ,あ,あね余計なんかあっめいっ子いるんだみたいなおいっ子か <laughs> おいっ子いるんだとかなるんだなまあ根本さんはですねデックレックレーベルのほかに2010年から問い楽器のみを使って演奏するロックンロールバンド チャイリジストーンでバンマスもされてますね僕するとトイ楽器って言ったけどトイ楽器って他に何があるのモーシの全部楽器だから要は普通の楽器じゃなくて子供用に作られたモーシャの楽器だけ使ってるんですけどまあトイギタートイピアノはわかるけどトイギターってのはあるんだありますありますで、トイラッパーみたいなのもあるのありますありますあります。あとはドラムもちっちゃい子供のおもちゃ バスドラがスネアぐらいしかないサイズのだったりあと音が出るおもちゃってあるじゃないですか普通そういうのもなんか使えたりまあ特殊なでもそれもともと演奏するためにちゃんと演奏するために作られてないんで改造しないと使えないしあと大きな音は出したかったので普通だとマイクでは拾えないぐらいの感じだからピックアップをつけたり自分で改造してとかそういう感じで。 それ試行錯誤はか,か,かえって面倒くさいじゃん <laughs> そうですよだから真似しようと誰も思わないだろうなってあれやっぱす,す,ぐすぐ壊れたりしないしますよするだから 多分飲みの席でふざけてみんな思いつきで言ったりはすると思うんですよこういうアイデアって本気でやろうと思う人はいないと思っていやそんなこんなやりながらもう今年で10年なんだよねすごいよね気がついたらねメンバーはだいぶ変わりましたけど今のメンバーはメンバー募集した時に来てくれた子たちが残ってて結構変な特殊な世代性別国籍がバラバラで 2000年生まれの女の子がいたり、うん、あとドラマ、うん「カナダ人」でもう一人26歳の女の子がいて、うん、っていうだから本当なんつうんだろう、まあ、自分が今54なんですけどパ、うん、ラパラですね2020 20代から50代までそれメンバー募集できたの友達の友達ですかいや,いや本当にメンバー募集でメ,メンバー募集って今何ビラとかなの ツイッターとかで募集したら当時ね、なんかメールをくれた子たちがいて、僕僕らほらふみちゃんメンバー募集っていうとチラシの下がちょっとちぎってね、電話番号書いてある、あれメンバー募集、ねスタジオにありましたけど、そういう感じでなんか今はそうなんですよ、それでなんか、まあそれまでずっとリリースしてきてたんでシャリストンズが。 そ,うだね、それをなんか買ってくれてた子とか聞いてくれてた子が連絡くれて私もやりたいみたいなそれすごいね、うん、それが意外と一人は広島に住んでた子で、うん、就職で上京してきたっていう子でそんな10代の時に聞いててくれたんだっていう,うん、うん、あそういうところに届いてたんだっていう実感もできたしわ、ね、かんないんですよね、自分で、ね、どういう人が聞いてるかとか。 確かにね今までデックレック出してたものをどういう人が聞いててくれたのかっていうのは実感としてはそんなに実はなくて分かんなくてだから最近になってすごい言われることが多くて聞いてましたとかそれを言う人がもう30代40代とかになってたりして面白いいですよねだからねか今頃になっってて言われるっていうあと SNS がやっぱりあってそこから直接こう声をかけてもらうみたいな本も増えたから実感する機会みたいな。 当時より絶対増えてるよね。ねうん、それがここ10年ぐらいですね。それはね。昔は本当なかったんでそういうのは。なかった確かに。いや、でも、すごい。ライブも決まってますね。<う>昨日ライブだったんですね。すね昨日トップビートクラブお外でビそうそう。ビートビートの学びくんのやった、ねね、ところで。で、そして、2月の18日、はい、日曜日。 クラブにてこちらは小貫健章さんの生誕73周年祭イベントすごいですね小貫さんすごい可愛がってくれててシャル・シトーンズすごい気に入ってくれててそれでよく小貫さんがやってるラジオに呼んでもらったりそういう交流が結構深くていやすごい先輩ですよでも小貫さん本当に全然偉そうにしないし本当なんかあんま緊張しないっていうかへ すごいパワフルな方のイメージがすごいですね。うんうんうん。結構コンスタントにライブじゃやってる。そうですね。リリースもだかコロナ禍は7インチを3ヶ月に1枚出してましたね。それしかやることなかったし。なるほどね。え集中してできたみたいなね。それも録音もケガノマリズの。 いたい後に西んって、はい、越川君が録音ずっと担当してくれてて。そうなんだ。まあ、そういう繋がりですね。うん。面白いのがは、で、クレックで前出してた、バンドのメンバーが。サポートメンバーで入ることはすごく多かったんですよ。で、それが結構面白いんで、けが生まれ、あの。あ、けが生まれの西んが、レコーディングエンジニアで、サポートギターが。ク黒猫チェルシーの龍ちゃんだったりとか。そういうのあったんで、そのちょっと話していたら面白いかなっていう。繋がるね。 あと住所不定の職の資本地がサポート希望でやってたりとかあそうなんだ長い付き合いですなそう考えると、ね、また違う形でっていう <music> 根本さんがはい根本が、はい、<laughs> お金と入る入るようになったきっかけはやっぱさっきの「Q」キューの,キューのライブハウスそうですねでもそもそも「Q」でバイトするってなったのも、うん、まあ下北 引っ越して,きて下北来たのもテキシードダイモンズの八く君が近所に住んでたんで,、うん、でまあ下北引っ越してきて遊び仲間だったんでなるほどねで仕事もまあ日雇いみたいな感じでバンドやりながらプラプラみたいなそれで生きていけてた時代だったんで、うん。で 九で「歴史ドダイモンズ」の阿部リーがバイトしててバイトしてましたねす,すごい初期の頃や、ね、そうなんですよ、うん、それで八く君と夜中、うん、ほらパブタイムってあるじゃないですかありましたね、うん、あれで遊び行ったりしてて、うん、であのー、その時受けライブの受付も、うん、リップのマネージャーだった本橋さんっ橋やってて橋本橋さんがなぜか <laughs> いいいいよみたいな感じででつもタダで入れれててくれるようになって、はい、それでなんか夜中とかも遊び行ったりしてて、うん、そしてバイトのことを話してたら一人なんか「俺は来週でやめんすよ」とか言ってて、うん、そしたら冗談であ「じゃあ俺仕事ないしここでバイトしちゃおうかな」とかふざけて言ってたら、うん、次行った時に兄さんから、うん「九、うん、の店長の、うん、い,ついつからやんの?」って言われて面接も履歴書も出さずに入ったって感じですね <laughs>。 そうか、その Q のイメージあったな。だからそもそも Q に入ったのもそういう感じだし、レーベルを始めたのもそういう感じだし、だからやりたいと思って始めてないですよね。なるほどね。成り行きで始まってるっていう縁縁あってというか、乗り出というか。で実際に自分が名前を考えたデックレックっていうレベルをやり始めて、なんか大変だったことって。 いや大変だったことは多分死ぬほどあるんですけどここで言えることと言えないこともあると思うまあそうだろうねまあでも大ざっぱに言えばバンドのメンバーとあとバンド内の人間関係とかそういうところのバランスをそうだねの問題っていうかすごい才能が止まってしまうこともあるしそういう部分で。 まあどんだけサポートできるのかなっていうところで大変だったことはそのバンドを進めるためにその運 a とは全然違うんですよ。どんだけバンドの中に入っていくかっていうのが大変だったっていう多分いろんな人がみんなそうだと思うんですけどまあそのほかではなんか好きなことしかやってなかったっていうのは だから特殊だったんでデックレックってレベルが、うん、幅が狭かったというか、うん、古い音楽ロックンロールとかそういう幅価値観でやってたので、うん、だから逆にね「ポリシックス」が特殊だったっていうその後のリリースを考えると。 そうだよ、ね、でもまあそういろいろあるけれども、うん、そんな中でのなんかやりがいとかって印象的だ、うん、象的ね。これ達成できてよかったなみたいなことってあ,あのなんかね目標がなかったんで、うん、常に、うん、いつもやってみてあそうなんだっていう繰り返しというか結果というかだからポイントポイントでそういう狭いジャンルでやっていたんですけど。うん 僕はシーンにいたんでシーンの中ではみ出したバンド気になったバンドとかをリリースしたっていう資格があるんででそういうポイントポイントで売れてくれたバンドがいたっていうそれは多分すごく大きかったと思ってるんですよ。で出したバンドのフォロワーができるバンドコピーバンドができたりそのバンドに影響を受けたバンドが振り返ってみたらすごい多いんですよレックレックのバンドって。 そうだね。で、クレク、まあ、ポリシックス。がポリシックス出たじゃん。はい。その後、スクービーだ。っけそうです。スクービーで、キングブラザーズ。ニートビーツ。はい。あと。なんだろう。まあ、してるし。住所不定無職。はいあと、違う会社にいた頃に、けがのマリーズ。はいはい。あと、夜のストレンジャーズとか。まあ、いろいろ。ドメニコドメニコのものとか、まあ、ガレージ系のものとか。まあ、シーンにいた。うん。 重要なバンドはリリースできたかなっていうのは当時あってでもそこからはみ出したバンドが結構いたですねキングブラザーズだったりニートビーツだったりはやっぱり音楽好きっていうか単純に音楽が好きな人にも支持されたっていうかシーン細かいジャンルじゃなくてそうだねあとすごい影響力があったというか若い子にだからそのリリースした後にデモテープが送られてくるんですよ デモテープの送り先は僕の自宅だったんで「<laughs> ポリシックス」をリリースするとポリみたいなことやりたいニューウェーブみたいなことやりたいんだろうなっていうバンドのデモテープが送られてきて「キングブラザーズ」をリリースすると「ベースレス」のなんかガレージっぽいジョン・スペンサーみたいなバンドが送られてきて「ニットビーツ」を出すとそれこそ「マージービート」みたいなことやりたいんだろうなってバンドだったり「ケガノブリズ」のあとは「 怪我のマりずみたいなことをやりたいんだろうなってバンドいっぱい結成されたのを見てきたしでも送られてくるじゃないですかでもそういうバンドは別に欲しくないですよねもうね知ってるからまあでにあるからねからでもやっぱそういうもんなんだなっていうやっぱ影響力って面白いなって思ったことですねでもレーベルが欲しいのはもっと知らないすごいバンドっていうかそうだねいろいろ面白い経験でしたねそういうのは。 なるほどね。はい、まあ、根本のやり方は特殊だと思うけど、根本みたいにこれから。レーベルをやってみたいと思も、おた人がですね。うん、ええー、なに、なを大事にしたらいい、<ー>いいと思う。でも、一つ思うのは。うん、好きだって、ひも式ですかね。おーお,ーお,ーおー、おお、おお、うん、だからそのうん。だから、その。だから、どこ、どこ、どこの大学出て。で、うん、あの、レコード会社入ってとか、そういうことじゃなくて。うん まあ,あとほら音楽業界の仕組みがどうのこのじゃなくて、うん、なんつうんだろう一つの音楽だったり、うん、バンドだったりをどんだけ好きになれるかってことだと思うんですよね思い入れられるかって、はい、だから、うんまあ、多分それだけでやってきたとこだったんで、うん、やっぱ好きになる才能ですかね そうういレベルとか好きになる才能っていうワードいいなとでも多分それってできない人もいると思うんですよやっぱいっちゃってんなぐらい好きになれるかどうかっていうああなるほどねだからんか周りが見えないぐらい好きになれるかっていうだから今の若い世代ってすごい頭いいというか将来のことをちゃんと考えるじゃないですかそういうの考えないぐらい好きになれるかっていう。 あと先考えずぐらい考えたほうがよくね。でもそれって少しぐらいバンドもそうなんですよ。キングコンーズって将来のこと考えてなかったと思うんですよ。はいはいはい。あんだけの存在感になれたっていうか。ケガノマリーズもそうだったんですけど、ロックンロールと言われている音楽をやる人たちはそういう時代があっていいっていうか。はいはいはい。特に20代。いくらでも30代からやり直せるんで。 なるほどな。うそっか。だからどんだけ夢中になれるかっていうのはすごい重要ですね。うん、これは。なるほどそれは今も同じだと思うんですよね。うん、少なくとも二十代のうちはって,言ってたけど、根本って今五十代だけど、同じような考え方でいいんじゃないの。<laughs> うもうここまで来たら、もう変えよう、変えようがないし。<laughs> そっか。 そうね、変えて良くなるとも思わないしい <laughs> <laughs> そこね。まあ同じような重複するかもしれないけどこれから音楽業界で働きたいという思っているまあまあまあ高校生大学生ヤングの人に、はい、ヤングの人はどう,どうしたらいいんかやっぱ自分の時代と全く時代が違うっていうのはまあ大前提なんですけど。 もうやっっっぱさっき言ったことを繰り返しですかね、うん、やっぱどんだけ好きになれるか夢中になれるかっていう,いど,うどんだけそのことについて一日考えてるかってことは大きなことだと思うんですよね。うん、で今の時代にあったやり方ってあるじゃないですか、うん、今ネットの世界だったり今の世代若い世代はそれが生まれた時からあるじ世代だったりするんで、うん、まあ自分たちとは全く違うんだろうなっていうのは分かるんで。うん 逆にそういうのを見たいっていうか新しい捨てたいなやり方っていうのを教えてほしいっていうか <laughs> 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 そうなんだっていうのを知りたいなっていうのはん,、うん、んかさ例えば根本に,にとって最近のバンドの中ではさあこういう動き方してるバンドちょっと面白いなみたいなこと<ー>そういうのってあんのこういうやり方あんだみたいな。うんうん、多分あるんですけどすごい流れていっちゃいますね自分の中では。 多分そこまで自分に興味が持てないいっていうかなるほどなだから昔の人間なんだろうなって自分は思ってるんで、うん、なんかしゃべるは喋ゃるとそういう気がしてきた <laughs> <laughs> だけどそれは好きな音楽は昔の音楽だ古い音楽だっていうのもあるんですけどほら方法論が古いんでただ SNS でのやり方だったりとかそういうのはあるんだろうなってのは でなん,かなんか俺が話しててもしかしてまだガラケー持ってんじゃねえかっていう疑惑があるぐらい、うん、なんか結構そう <laughs> 結構昔のスタイルあでもネットは死ぬほど見てますよあ本当だけどそのそれはあくまで自分でインプットするために見てるだけなので、うんでアウトプットはアナログなんですよね、うん、そうかそうか、はいうん、そうだね、うん、そうだね そうチャイリーストローンズも基本はアナログなんだよねそうやんですだからなんかそういうバンドがなくなりはしないじゃないですかなあなくならないねだから、うん、結局今でも20代のそういうロックンロールバンドいるしそういうバンドとの交流もなんか気が付いたらできてるしやっぱりさ若手の20代のバンドマンとかでもさ、はい、そのなんていうかさ「デックレック」の影響を受けましたみたいな人って結,結構いる 言われることがすごい増えました、ねうん、だからそれが面白いのが、うん、10代20代でもいるんですよ、うん、それは、うん、発見してくれるんですよだから一つのジャンルを好きになると深掘りするじゃないですかそうすると突き当たってくれて発見してくれるっていう。だからあそれがが面白い話が、うん チャイリーストーンズはうさくらべにちゃんっていうアイドルの女の子とコラボレーションして音源作ってたんですけど、はいはい、その子は今25かな、はい、で当時18歳だったんですけど、うん、で出会った時に「チロリアンテープシャプター4」が好きだって言ってて、うん、レ,コレコードを記憶聴いてるって言ってたんですよ。 20年前にリリースされた音源をその当時18歳だった女の子を発見して聞いてくれてたたていうのがびっくりしてそれきっかけで一緒にいるようになったんですけど同じようなことが起きているなっていうだからううんだろう今の10代20代も YouTube だったりネットで興味を持ったジャンルだったりカルチャーを掘ってるから発見してくれるんだみたいなちょっとそういう人とどこで出会うの シェルターとかでだよとどこでどこどこで SNS で S, S, <S もうあるも SNS、うん、あるし、マ、うん、ラヤばハウスで声かけてくれる人いるし、うんあとメンバーが今若いんで、二十二十三歳とか二十三歳のメンバーがいるんでその子の横のつながりの子だったり、のつながりね。うん,うん。 親子ぐららいい違ままますからねああそうだよなメンバーのこの両親が僕の5歳年下だったりするんで、うん、うんそういう年になったねわかるわそれわかる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 分かるわそういう時代なのかなと思うんですよねだから多様性っていう意味では、うん、あそうだね、うんまあ、そういうのどうでもなんかあんま幅がなくなってきたのかなっていうのをやってて自分で感じますけどねなるほどだからレベルも同じなのかなっていうのは そのいろんな世代だったり、うん、国だったり、はい、性別がおちゃまぜになっていろんなことが起きてたほうが面白いなってああそうだねそうだねなんかちょっとあとそうだね、まあまあ、サブスクとはネット界隈のことで言やっぱり日,日本と海外の、ねうんうん、境目がそうですだいぶ低くなったよねだからチャイルストーンズも海外のファンすごい多くて。お やっぱ発見しやすくなってんですよね。発見しやすくなったっていうのは本当あるよね。そうだね。だからそれはでもなんかそのラインっていうかさ、キーワードが必要はいだよね、なんかね。一つのジャンルの好きになるとキーワードができるじゃないですか。そこから発見していく子もいるし。なるほどね。でも最新型の新しい音楽っていうのはまた別で。はい。 それはもっと若い感性で TikTok で拡散されたりいろいろあるんですよね夏ぐらいに荻窪のトップビートクラブでデックレックのアーティストが25周年なんでデックレックが25周年ポリシックスのファースト出してから25年だからトップビートクラブで1週間ぐらいなんかやろうかなっていう25周年のイベントを。 夏ぐらい計画中ですねそれはもうだんだんバンドも決まってきてるのでかなり面白いことになると思うんでそれはんか楽しみではいはい吉先生はニート・ミッツの真鍋君の店ってとこがまたいいとこだよねなかかね何かね UKP ラジオ大和の中の引き出しってさやっぱ最近も増えてる などういうことを中心に増えていくのアナログのレコードを大量に買うでもいいしー YouTube でもいいし両方ですん両方かだからあとそういう若い子に教えてもらったりうううんうん、うん、まあ、あと何つうんだろうな興味持てるものを全部調べるって感じですねだから何でも熱量かなっていう。 はじ初めて聞くけどさ音楽以外にさなんか好きなものあるのありますよ何何,何俺おもちゃ<ー>古いおもちゃのコレクターなんであっそうィンテージトイコレクターみたいなそれで,でブ,ブリキみたいなこといやそれじゃなくてなんつうんだろう、うん、まあ60年代の子供のおもちゃみたいな外国に。外国の外国、はい。 だからチャリストーンズをおも楽器でやるっていうのも別に違和感なかったというかあそうういうことか,そっかコレクションの中にも楽器いっぱいあるよねきっとね <laughs> そういうトイ系のね <laughs>、うん、あと映画とかはすごい好きですね、うん、へた <laughs> <laughs> そうだよね <laughs> なかなかそんな機会はないものね<笑><笑> そうだよね。ショモルお酒ほぼほぼ飲まないから、ね、こうエンさんとこう,こういう話する機会ないもんね。そっかそっかそうか。ねうん、そうかそうか。あとそうね。うん。あとあと。あと？マラカスがうまいみたいな。マラカスないね。マラカス。マラカスうまいね。まあでもね。<laughs> <タッ>一つだけ一生孫の代まで自慢できるのはボディドリーのステージに上げられたっていうことです、うん、マラカス持っ,ってね <laughs> お<ー>孫の代まで<ー> <laughs> <laughs> なんかライブ見に行って最前でマラカスってたらアンコールで「お前上がってこい」って言われてっていうでまたそこはストーリー的に面白いのが後に僕ボディドリーのトリビュート版を作るんですよはい、はい、でそれで山名昇さんっていう DJ とか音楽評論家の出ても、はいはい、DJ やとってもらって でボーディーディーデのステージに僕上げられたんですよって話をしたら、はい。はい あれお前かって言われて、俺阿裕川さんと見てたよってる。へえすごいね。いろいろ繋がっていくっていう面白いなって。えそちょっと場所どこだったの？ブルブルーノートです。ああ。ブルーノートで最前でマラカス振ってていい。いやダメダメ。ダメだよ。マラカス持ってく勇気。ダメでというやら定員が止めに来てたらしいんですよ。見て一緒に移転する色と売るとしたらメンバーが面白がってたからほっとかれたっていう。 それもさっきの話じゃないけど熱意、気気になる才能。でマラカスもバッグに隠して持って行きましたね。ダメじゃんさ、どうしても降りたかったんで。いやなく隠してて。そのボディドリのバンドに今マラカスは絶対必要なんですけど、重要なサウンドで。見に行ったらいなかったんですメンバーにマラカスが。だなってるのが聞きたいって自分で思って、次の公演を借金して借り買ってチケット買って行ったんですよね。 <laughs> やっぱすげえな <laughs> あすごいすげえな <laughs> <laughs> あいいですねでも,もうなかす,いいす、ね、はい、はい、熱いということです本当にうんえ高今後ねバンドとしてでも個人でもいいんだけど<ー>や,やってみたい夢ってまだか今の始まりで <laughs> レ,ベル,そうです、ね、レベルとしてはブートレックってレベルをやってるんですけど、はい、今ブートレレックってレベルです、うん、でもアナログしか出してないんでほぼほぼリンダン・のマーヤの7インチとか、はい、ケトルスの7インチとか、はい、あとコンピの LP とかそういうのしか出してないんですけど、はい、まあ今後もそういうアナログをいろいろ面白いと思ったら出していけたらいいなっていうのと、うんまあ、あとバンドとしては、うん、まあものすごい特殊なバンドなんで、うん、で結構 海外とかの人も好きになってくる人多いんでフジロックとか出れたらいいなっていう全然夢じゃないなって思ってるんですけど若いメンバーもいるしなんか引っかかれば面白いかなっていうおもちゃの楽器でフジロック出てると面白いなと思っていいですね改造しなないいいいと音拾えそそううだだよよじゃないですか。 ビーラジオ。まあ、そんなこんなでですね。ね、うん、今回は根すね、元のしょぼれさんを迎えしてきた U. K. P. ラジオですが。はい。そろそろわかります。はい、めっちゃくちゃ、知り合いの時間長いんだけど、最近全然上がってなかったもんね。そうですね,ね、うん、遠藤さんね、電話で話したぐらい。そうん、そう、そう。なんか、ちょっと体壊したっていうか、心配で電話した時に。はい。ぐらいかな。 でも実際あっっててはないってことね下手したら10年ぐらい会ってないんじゃないかぐらいの雰囲気のり。 でも私もそのぐらいの勢いだよねふみは十年十年は言ってないけど五年ぐらいは会ってないような気がするまあコロナ禍とかもあったしねでもそういうのあんま関係ないなっていうまあね会っちゃうとね喋ってたら昔のノリで話しちゃうっていうかそうだねそうだねあんま改まって話してブランクがないあんまり輪郭変わんないしね変わんねえなとフォルムはもう相変わらずな感じで面白かったですこちらこそです本当にありがとうございました 皆さんからの感想もお待ちしていますハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしていただくかメッセージフォームから送ってください UKP ラジオの X トップに固定ポストしてありますのでそのリンクから送ってください UKP ラジオは UK プリスクエンドコイとポリシックスふみがお送りしました